前半戦を3位で折り返したホークス、勝負の後半戦へ弾みをつけろ。暑さを吹き飛ばすホークスの好プレー珍プレーをまとめました。こんばんは。連日猛暑が続いておりますが、ホークス情報を熱くお伝えします。順位表を見ますけども、昨日で前半戦を終えましたホークスは 5.5 ゲーム差で3位につけております。 TNC プロ野球解説者の池田ちかふささんが前半戦から見えた課題、そして、ね、後半戦の鍵を語ってくれました。3年ぶりのリーグ優勝へ、開幕5連勝で最高のスタートを切ったホークス。しかし現在9連敗中でパ・リーグ3位、失速の一番の要因は、ローテーション、ここがしっかり決まってないところだと思いますね。先発のローテがもっとしっかりすればホークスは抜け出していけるんじゃないかなというふうには思います。去年までのエース千賀が抜けた今シーズン、ここまで先発投手の防御率はリーグ5位、思うように勝ち星を挙げられない状況が続きました。ローテーションのきちっと誰がエースで誰が2番手で、そして下位の週の頭、それと3連戦の頭を誰が投げるのかっていうのがはっきり決まってないところもあるんじゃないかな。ここがきついですね。ちかさんのこの提言を藤本監督が後半戦先発ローテーションは大関、有原、東浜に中心になってもらうと発言。先発3本柱が明言された中、ちかさんが語る後半戦のキーマンは、もう有原は計算に入ってます。その上で名前を挙げるとしたらスチュワーズですね。スチュワーズですね。私のまっすぐカーブめっちゃいい日本語もすっかりお手の物、メジャードラフト1位の逸材スチュワート。今シーズン2年ぶりに1軍登板を果たすと最速160キロをマーク、4試合で防御率は1点台と文句なしの活躍を見せています。彼の気持ちとか意地とかいろんなもの、6年契約の5年目とかいろんなものが彼の中にあり、人間として成長し、ピッチャーとしても変化している彼を見て、僕は後半のポイントとなるのはスチュワーツじゃないかなというふうに思います。ちかさんが目を光らせた剛腕も未だ白星はなし。後半戦もこの男が打ち続けるしかありませんよね。はっきり言ったらギータのチームですから、ギータが打たないと勝ちません。野手のキーマンは主砲柳田悠岐、復活の34歳はなんと三冠王も狙える成績をキープ。今年は豪快な打撃スタイルにも変化が見られるようで、ツーストライク以後に球を柔らかく打つのが彼の特徴であり、球を見極めるというスリーズの高さがあったんですが、最近はファーストストライクや2球目あたりでもボールをうまく運んでいける形が出てきたので、アベレージは僕は取れると思います。そうなりますと、やっぱりギータといえばという部分では求められるのは結果なんで、打点なんで、そうなるとホームランというのが狙えない状況とか強く振るだけじゃない状況と考えるとホームランになってくるのかなと思いますね。ホームランも量産で夢の三冠王へ、チームはリーグ優勝を目指して勝負の後半戦に臨みます。8月の半ばまでは、ね、こう優勝争いに加わって半ば過ぎからね勝負かなと思ってます。どこも苦しいしどこも大変なんですよ。ですからゲーム差がずっとあまり変わらない状態で来てるんで、この上下最後の1ヶ月間にどれだけ調子のいい形で入っていけるかっていうのが一番のポイントかもしれません。はい、ということで、まあ、首位とは、ね、5.5 ゲーム差離れてはいるんですけども、優勝はまだまだもちろん目指せるぞという位置ですね。そして、ね、なんといっても、ね、終盤戦は選手層の厚いチームが超有利だという話ですから、残りの、ね、この1ヶ月というのが、ね、キーに鍵になってきそうですね。さあ、そして、ね、チームは、ね、9連敗中、苦しい状況なんですけども、そんな時だからこそこのプレーを見て気持ちよくなっていきましょう。はい、ホークスの好プレー珍プレー集です。みんなでスカッとしましょう。なんであれとしてるんですよ。桃一歩カメラに死角なし、あんなシーンやこんなシーン、見てるこっちが元気になるスペシャル映像をお届け。
いきますよ、ホークス好プレー珍プレー集。まずは今シーズンサード挑戦、栗原の華麗なプレーから。スチュワートも大興奮。マロン先生、サードも板についてきましたね。そしてお次はセカンド野村勇。イータンも認める身体能力、笑顔も眩しいね。こうなるとゴールデングラブ常連のこの男も黙ってない、中村晃の横飛びだ。さてここからは今みーやのお時間です。空中戦は任せとけ。軽やかなジャンピングキャッチからの、お次は深いところから今みーやバズーカ発動。これには味方も大盛り上がり。続いてはショートライナーをナイスキャッチ。取りづらい打球もさすが今みーや。これにはイケメンバンドもあざーす。続いては扇の要キャッチャー甲斐。キャノンだけじゃない、泥だらけになりながらも見事なダイビングキャッチ。皆さん足も速いんですよ、覚えてね。とここで一息珍プレー。マウンドにはピッチャー津森、第2球投げました。あ、これは痛い、デッドボールだ。ん、うん、いや、なんとユニフォームの中からボールが。実はデッドボールの時ユニフォームの隙間からボールが入り込んでいたんですね。なんとも珍しいプレーでしたね。でポンポン痛いの、痛くない。そしてお次は42歳ベテラン和田つよし、バントのボールをナイスキャッチからのダブルプレー。しかし思わずすってんころりん、少しお茶目な和田投手でした。ちょっと休憩します。そしてお待たせしました、ギータのスーパープレー、ライトからのレーザービーム。進塁を許さないダブルプレー。これには現役時代強肩で名を馳せた新庄監督もうっとり。そんなギータは今シーズンバッティングも絶好調。超特大のホームラン、今年のギータは一味違う。8歳ぐらい若返ったような気がします。はい、後半戦も頼みましたよ。